い、皆さんこんにちは。 DJ のアコースティックギター講座です。今回のアコースティックギター講座はアルペジオ入門、まずは基礎編お送りします。今回解説に使用しますギターはこちらです。エルビスのエリート2、トップ、サイド、バック、すべてがマホガニーでできてるギターです。トップ単板です。このギターを使って解説したいと思います。はい、アルペジオというのは分散和音のことを指しまして、ストロークでこうジャカジャカ弾くのに比べて1本ずつこう弾いていく、コードの音を追加していくようなイメージの奏法です。弾き語りなどで、使うんですけども、ストロークというのは勢いのある曲、わりかしこう激しい曲なんかで多用されるんですが、バラードとかゆっくりしたテンポの曲をこのアルペジオ、今回紹介しますアルペジオで弾くと雰囲気がいいと思います。どういう風に弾いていけばいいかというところなんですけども、まず一番最初にコードのルート音っていうのを鳴らします。4弦5弦6弦のところで弾くんですね。 G のコードは6弦の3フレット、これが G ですね。ちなみに G のコードのルート音わかりますか？これ何かと言いますと、ドレミファソラシド、皆さんご存知ですね。ドレミファソラシド、これを英語に訳しますと C D E F G A B CC になるんですね。日本語で言うとハニホヘトイロハなんですけど、このコードの G っていうのはこの英語の CDEFG、 これのことを表してるんです。コードのこの最初の頭の大文字で書かれる部分、Gm7 でも G7 でも最初大文字の G で書きますよね。小文字の M とかじゃなくて一番最初に出るこのところが最低音を表しておりまして、 G って書いてあるとドレミファソ、その音なんですね。その音は6弦の3フレットにあります。これを弾きます。で、C のコード。C のコードの最低音っていうと、ドレミで言いますと、C はドなんですね。C の最低音はドです。5弦の3フレット、こうなりますね。で、次に出てくるコード、D のコードなんですけど、D っていうと C、D、2つ目の音ですね。ドレミで言うと、ドレ。レの音が基準に始まってるコード。レの音を4弦5弦6弦で見ますと4弦の開放にありますね。4弦の開放より低い音はないんですよね。6弦の開放がいいですから、それより下の音ないですもんね。4弦の開放で弾きます。というようにアルペジオで弾く場合は必ずコードの最低音を一番最初に弾いてください。一番最初に弾かないと何のコードか判断しづらくなって気持ち悪い演奏になります。これはですね、分数コードと言われまして、例えば G 分の C って書いてあった場合、分母の G っていう、これが最低音をこのコードは表す、分母が最低音ですので G 分の C っていうことは C のコードだけどベースはソを弾いてくださいよっていう意味ですね。 G っていうのはソですから、C のコードだけど最低音は G って書かれてると、一番最初に G の音を弾いてあげてください。はい、でなんとなくわかりましたか？はい、それでは一つ目のパターンいきましょう。一個ずつ弾くので、一番最初入り口にいいと思います。譜面見てくださいね。下に出てきますか。はい、その時に弾く場合、押さえるのはコードそのままを押さえるんですが、一気に押さえずに弾く順番通りに押さえていっていただくといいです。はい、ではシンプルなパターンからいきましょう。ピッキングするの親指ですね。で、その次中指で3弦で、次に G のコードを押さえたまま1、2弦を、1弦は薬指、2弦は中指で弾いてください。こうですね。で、また人差し指に戻る3弦で、4弦は親指がここまで出てきてベース音として弾きます。こうですね。で、あとのこの、ここはさっきの繰り返しです。もう一回いきますね。はい、このパターンです。はい、次 C のコードに行きます。一番最初に弾く最低音が5弦の3フレットです。はい、先ほどと同じパターンですね。人差し指、中指、薬指、同じようなパターンで弾いてください。次 D のコードに行きます。 D のコードは先ほど最初にお話ししましたね、最低音が D、 4弦の開放です。こう言ってきます。
はい、この後今までの G と C のパターンですと3拍目は4弦を弾いてたんですが、これ頭4弦ですよね。3拍目1本下の弦の、ラの音を弾きます。そうするとこういう風になるんですね。なるべく1拍目と3拍目は弦を違えた方が、より音に広がりが出ますので、こういう風な弾き方をおすすめします。これまあ、めんどくさいからって言って4弦を弾いても間違いじゃないですね。ちょっと4弦を弾いたのと5弦に3拍目持っていったのとをやってみましょう。これ4弦だけを弾いてます。3拍目に5弦を持ってきますね。はい、それでは最後に G に戻ります。はい、この4小節パターンですね。では皆さんもギター出してですね、よかったら一緒に弾いてみてください。ではいきます。1、2、3、4、 C です。で はい、できましたでしょうか。今 C のコードのところを見ていただくと、押さえるときにまず一番最初に薬指で5弦の3フレットを押さえました。その次に2弦の1フレットはまだ押さえてないんですよ。3弦の開放を弾いたあたりに押さえて、同時に4弦の2フレットも押さえました。はい、っていう風に順番にばらけて押さえていっても OK なんですね。こうすることによってアルペジオを弾きやすくなりますので、一気にコードを最初に変えてしまわないといけないって考えると、前のコードの時に早めに離しちゃってコードチェンジの間に音の隙間切れ間が出てくるので、そうならないように今みたいにとりあえず最低音だけ鳴らしちゃってから後にこうやって入れていく。はい、こういう感じでやってくださいね。で、今ちょっと早めに弾いたので皆さん、メトロノーム出しながらゆっくりで構いません。こういう感じでゆっくり練習していただく。まずはですね、音を切らないように、で全部の音が同じぐらいの音量が出るように、練習してみてください。どうしても 1,2 弦って音量大きくなりがち。ただ薬指とかピッキングするの慣れてない方は、音量がばらついたりしますので、その辺ばらつかないように綺麗に一直線に全部の音が並んでいくように、それで途中で音を切らないですね。譜面上を見ますと G のコードなどで最初の、6弦の3フレット8分音符で書いてますね。音符通り弾くとこの G の音ってで、それぞれこういう長さになってますけども、アルペジオの場合はコードが変わるまでできる限り音を伸ばしてください。はい、できる限り音を伸ばすというのが基本になっておりますので、楽しみながらその辺やってみてくださいね。はい、 BJ のアコースティックギター講座、今回はアルペジオの弾き方ですね、基礎編をお送りいたしました。この後応用編としまして、四分音符のアルペジオの別パターン、それから16分音符にも挑戦してみたいと思いますので、そちらの方も楽しんでください。はい、今回解説に使用しましたギターはこちらです。エルビスのエリート2、はい、トップ、単板のマホガニーを使用しておりまして、すごく綺麗な木目ですよね。すごく綺麗なグロスフィニッシュですね。はい、されておりまして、いい感じの木目通ってますよね。ぜひこの豊かなエリート2、あなたも楽しんでみてください。価格見るとびっくりすると思います。一昔前にこのクオリティでこの価格っていうのはなかなかなかったですよ。これすごいと思います。いいですよ。
はい、このギターの詳細につきましては動画下の概要欄のところに商品リンク貼っておきますので、そちらで確認くださいというところで、今回の動画は以上です。今回スポンサーはエルビスでお送りいたしました。それではアコースティックギター講座、またのお話でお会いしましょう。この後編もありますから、ぜひ楽しんでください。ではさようなら。